ご紹介ありがとうございました。皆さんこんにちは。JST のバイオサイエンスデータベースセンターというところから参りました箕輪と申します。まずプログラムで皆さんご覧になって分かると思うんですけども、最初のパートはですね、私たちバイオサイエンスデータベースセンター、略して NBDC というんですけれども、そこが、データベース、そんなにこうデータベースをその本当のインフォマティクス的に使うということではなくて、もうちょっと普通にこの Google 検索とかそういった延長のような感じで使えるようなもの、そういうものからまずご紹介をして、そういうものも便利に使っていただきたいなということで、そういうご紹介をさせていただきたいと思います。まず講習を始める前にという、すみません、今日目次としてはこういう感じで進めていきます。講習を始める前にちょっといくつかアナウンスすることがあるんですけれども、それから、2番目ではその JST と NBDC というのがどういう取り組みをこういうデータ共有ということでしているかということをご紹介して、あとはその主なサービス、これはもう本当にウェブブラウザさえあれば基本的に使えるというサービスです。そういったもののサービス、それから、最近始めたんですけれども、人に関するデータというのはやっぱちょっと取り扱いが特殊なので、そういったところをどういう手続きが必要かといったようなことを含めたご案内、それから、その他にもちょっと役立つサービス、こんなの知ってるととっても得よというようなサービスがありますので、そういうのをご紹介していきたいと思います。まず講習会のこの資料の置き場なんですけれども、今日私の分は一応紙でお配りしてます。手元にちょっと分厚い止めたのがあると思うんですけれども、それ以外の先生方ですね、基本的にそのやることをウェブ上に掲載してくださっています。それで置き場なんですけれども、今ここに書いてある MotoDB お茶の水 AJAX53 とかで検索すると出てくるような場所あるんですけども、ここに講習会のプログラムと一緒にこういったリンクが全部貼られています。なのでこういうところを後でまたそれぞれの先生方がここ見てっていうふうにご紹介いただくと思うんですけども、そういう時にこのページを参照していただければと思います。それから先ほどお配りした配列の情報ですね、あれ今日の3番目の講習の時に使いますので、それもご利用ください。ではまずその2番目の JST と NBDC データ共有の取り組みについてというところをご紹介します。今日お配りした資料の中にも結構カラフルなパンフレットが入ってると思うんですけど、それの裏のところにですね、統合データベースっていう名前で文科省が中心になって今までいろいろやってきたことがあるので、それの取り組みをずっとここに書いてあります。一番上は2000年から始まりまして、JST の中にもともとバイオインフォマティクス推進センターというのがありまして、そこが中心になっていろいろやってきたんですけれども、途中で、統合データベースプロジェクトというのが正式に立ち上がるということがありまして、文科省を中心になって統合データベースの取り組みをいろいろと進めてまいりました。それで私たちのセンター、この2011年4月って一番下のちょっと色違ってるところに書いてあるんですけども、この初めにバイオインフォマティクス推進センターって言ってたのが、ちょっといろいろ階層があったりして、バイオサイエンスデータベースセンターというこの私たちが今いるセンターが作られたということでございます。で、そこでライフサイエンスのデータベースの統合化の事業はずっと引き続き今現在も続けてやっているというところです。でデータを共有することの意義なんですけれども、基本的な考え方としてですね、国などで公的資金を投じて得られたデータっていうのはその国の税金を使ってやってるんだから、国民みんなのものだよっていう考え方が、欧米とか特に米国ですね、には根強くあります。でそれをベースにですね、なぜ共有するといいかということはここに一応列挙してあるんですけど、例えば研究結果の再現性や透明性を確保すること、これはもう皆さんお分かりだと思うんですけれども、データをちゃんとどっかに置いていれば他の第三者が見ていろんなことがちゃんと検証できるということがあります。こういうことをしてなかったためにいろいろ論文に関してちょっと不誠実なことがあったりしたので、やはりこういうことは大事だということは再認識されているわけです。であとは最近いろんな解析するのにその大規模にどんどんなっているので、一つの解析があるのですごくお金がかかる、すごく大規模に、人もお金も物もいるというような状態になってきて、でもそのデータをもしかしたら他の人がいろいろいろんなことに使えるかもしれないのに、それを自分のところで抱えているという状態はあまり良くない、そういうふうにいろんなところで使えるものは二重にやらなくてもいいんじゃないかということもあります。
それからそういうものを公開してくれれば他の人がどんどん使えるということでイノベーションを加速していくということもありますので、そういうデータを新しい技術の種にすることもできていきますので、こういう公的な資金を投じて得られたデータというのはやっぱりどんどん公開していきましょうというのが最近のオープンサイエンスとかそういった言葉を聞いたことあるかもしれませんけど、そういった流れになっています。で、JST はそんな中どういうことをやってるかということなんですけれども、JST のミッションということで、ここにいくつか掲げてあります。科学技術イノベーション創出に向けた研究開発戦略の立案とか、そういうふうに書いてありますけど、この、3つ目ですね、科学技術イノベーション創出のための基盤形成という中に、丸1、知識インフラの構築というのがありますけれども、私たちのところは一応この項目の中で、NBG というセンターは活動をしています。でバイオサイエンスデータベースセンターというのは JST の中で先ほど言いました2011年の4月に設立されたセンターで、もうこのミッションは非常に一言で言えば生命科学分野のデータベースを使いやすくする、このことに限ります。でもそれを実現するためにはいろいろやらなきゃいけないことがあって、データベースどういうふうに研究開発戦略を立てていくかということですとか、もちろんそのデータベースそのものを充実させていくとかそういったことがあります。その場合には、データベース実はバイオサイエンス系のいろんなデータベース作ってるところって、文科省だけじゃなくて経産省とかもちろん厚労省、それから、農水省さんとかですね、そういったところがありますので、そういった中で、お互いに重複がないようにみんながそれぞれ自分の得意分野を生かしてできるようにというようなことをやって、さらにそのデータベースを統合するというような、そういうコーディネーションをするようなことも必要になってきます。それからもちろんデータベースを作っていくために必要な基盤的な技術の開発も必要ですし、それから、生命科学分野って実は非常に多岐にわたっています。医学から、微生物から医学までみたいな、そういう感じですね。なので、微生物に得意な分野の先生方もおられれば、もちろん医学的なところに長けた先生方もいらっしゃるということで、非常にいろんな分野にわたってますから、それぞれの分野ごとに私たちのところセンターからファンディングをして、そこでまずローカルにデータベースを貯めていただいて、でそれを私たちのところで何らかの形で集めていくみたいな、そういうことをやるためのファンディングプログラムをやっています。それからもちろんデータを公開するためにいろんな仕組みを作って、さらには今もうインターネットでどんどんデータというのがオープンになっていれば公開されてお互いに流通してしまう状況なので、国際的な連携ということもきちんと考えながらそういうことを進める必要があるということで、こういったことを考えながらどうやって生命科学分野のデータベースを使いやすくしていこうかということをやっているわけです。で、NBG の取り組みということでいろいろ書いてありますけれども、ちょっと大きく書くとですね、データベースの整備、統合化なんかをやって、ポータルサイトを作って、技術の開発をやって、それからそのファンディングをやるというようなことをやって、今そのパンフレットの中にも開けていただくと出てくるんですけれども、技術開発に関しては今日も講師の一人である中里さんが所属しているところなんですけれども、ライフサイエンス統合データベースセンターというところがありまして、そこに、技術的な開発、基盤的な技術開発を一緒に共同研究をしているという状態です。それから、ファンディングに関しては今こういった先生方、実はこの4月にも追加されてまたちょっと増えてるんですけれども、こういった先生方がファンディングのところでご活躍になっているというようなことで、全体的な統合を進めているということです。でまずじゃあ生命科学分野のデータベースに対する要望って、これもその統合データベースプロジェクトが始まってからも8年ぐらいになるのかな。なのでそれが始まった時から、こういうことが言われてこういうデータベースを統合しようという取り組みが始まったというそういう経緯なんですけれども、一つには、どんなデータベースがどこにあるのかよく分かんないというのがありました。で欲しいデータはもう誰かがもう持ってるんだけど、もう公開してるのかもしれないけどそれを探しに行くことができないというようなことがありました。それから、複数のデータベースをオーダー的に検索できないかという要望が常々あります。データベースってそれぞれが例えば検索の窓口とか持っていて、そこに行けば使えるんだけれども、でもあっちもこっちもあっちもこっちも全部ブックマークしとかなきゃいけない、その度に検索かけなきゃいけない、そんなのすごい面倒くさいなということで、一つにはデータベースを訪れて検索するのが手間っていうことと、それから、種類の異なるものをやはり検索するのって結構難しいんですね。例えば、文献特許っていうのは割と、文章という意味では同じなんですけれども、分子のデータとかも一緒になるべく検索できたらなというようなこともありまして、そういった複数のデータベースの中を横断的に検索できないかというような要望は常々ありました。
それからもう一つ、すでに誰かが公開してくれていてもですね、その公開のレベルっていろいろあるんですが、データセットとして自分のところに、自分の PC のところにドンと落として、で、自分が、自分の持ってるデータとかと一緒にしながら、自由にこねくり回すことができるというような状態に公開してくれてるものが、もしあるのであれば、そういったそのデータセットを取得したいということがありまして、こういったことを、解決していくために、例えば、一番上のどこにどんなデータベースがあるのかということに関してはデータベースのカタログというやり方を私たちはやっています。それから、複数のデータベースなんか横断的に検索できないかということを DB の一括検索の仕組みを提供しています。それからデータセット取得できないかということでデータの一括ダウンロードのためのアーカイブというものを作っています。で、今からこれについてちょっと一つ一つご説明をしていきます。で、実全部ウェブで使えるものというふうにさっき申し上げましたけれども、今、皆さんがの目の前にある PC、Chrome がウェブブラウザーとして入っているので、もし各3つの一番最後の方にちょこちょこっとこう手を動かしていただくような部分がありますから、まあ、それ見ながらでもいいですし、説明しているところをちょこちょこっとやってみようでもいいので、ちょっとやってもらったらいいなと思います。まずじゃあちょっとその前にもう一つご説明したいことがあるんですけれども、データを利用する際の問題点というのがいくつかあります。まずそのデータそのものにどんなデータベースの中にどんなデータが入っているのかがよくわからない、多種多様なデータがあったり、データの項目の説明がバラバラで自分が本当に欲しいものはその中にちゃんとあるのかなっていうのがよくわかんないっていうのが結構あります。そのためにそれを解決するためにはデータフォーマットをきちんと標準化して、分かりやすくするということと、それからまあさらにデータのちゃんと説明ですね、こういうのメタデータっていうんですけども、そういった説明の項目をきちんと揃えることで誰が見てもあこれはこういうことねって言ってることが分かるように、標準化していくと、こういった2つの標準化が非常に重要になってきます。それから求められるデータが入っているかということで、使いたいデータが見つからないというのが結構、まあ、問題点としてあるんですけれども、それは例えばさっき言った公的な資金で作ったデータを集めていこうということがあるんですが、そのデータを集めるための仕組みというのがまだあまりちゃんとしてなくて、例えば公的な資金出すときにあなたが研究で出たデータはこういうところにデポジットしてくださいね、預けてくださいねっていうようなこととかが前は全然ルール化されてなかったんですね。だから皆さんいろんな、公的な課金費とかああいうのをもらっても別にどこかに何かデータをデポジットするってことはなくて、最終的な報告書とか出せばいいかだけだったんですけど、最近はですねいろんなところに特に大型のプロジェクトに対しては最終的に出たデータですね、そのデータからまたさらに生み出したこう知財とかそういうものではなくて、解析していきなりこう出てくるデータ、機械から出てくるデータ、そういったものについては、その帰宅を義務付けるような方向に最近はなっています。ということで、大型のプロジェクトが走った後に、それに関連するデータが、何年か経てば、こういう公的なところにだんだん集まってくるようにはなってきています。で、もう一つ、どのように使っていいのかわからないと、データはあるし、どういうものだか分かったんだけれども、どういうふうに使ったらいいのかっていうのは、どういうふうにっていうのの意味はですね、例えば条件とかですね、利用に際しての条件がバラバラだし、そもそもその条件自体がどこに書いたかよく分かんないとか、使用料がもしかしたら発生するんじゃないか、これは民間企業さんなんかだととてもクリティカルだと思うんですけれども、使用料が膨大になっちゃちょっと使えないよねっていうようなこととかがあります。それからまだ論文引用してもいいのかとか、まず一方一つは商用可能かとか、でそういったデータに対する権利のようなことですね、そういったことがちゃんと明記されてないと非常に困るということがありまして、そのためにやっぱり利用条件を標準化してそれを明示するということをきちんとやりましょうということも、この問題点を解決するためには必要なことです。中身は、データ作成者の著作権をちゃんと表示すること、誰が作ったかということがちゃんと分かるようにすることとか、あと商用非商用でどういう使い方していいのかということとかを明示する、それから公開条件とか引用方法とか、そういうことがきちんと書いてあれば、使ってしまった後になんかそのどういうふうにしていいか分からないから結局そのやったことが無駄になるというようなことがないということで、こういうこともちゃんと明示できるようにしていきましょうということをやっています。
で一番最後のお話ししたその著作権、まあ、ある意味データベースはあの著作物だという考え方もあるんですけども、それの、権利の表記の仕方ということで私たちのところで採用しているのはこのクリエイティブコモンズというやり方です。でこれはもともと著作物、あの文章ですとか絵画ですとかあの映像ですとかそういったものにつけるために作られているんですけど、まあ、これをちょっとあのデータとかデータベースにも適用してみましょうということで、使っています。で再利用と共有を促進する仕組みであって、あくまでこうガチガチに私のものだから誰も使わないでというよりは、例えば表示をしてくれれば使っていいですよとか、あとは改変してもいいか悪いかもちゃんと明示できるとか、あとはまあ、あの非営利のところをあの非営利のみにしか使えないというような、まあ、明示の仕方を一応条件として提示することもできますけれども、こういったものを、組み合わせで、あのまあ、図式というか分かりやすくこう示すことができます。一番、まあ、この中で一番緩いのはあのクレジットを表示さえしてくれればどういう使い方してもいいですよというものですけれども、一番きついのは、名前も書いてほしいし、それから営利団体は使っちゃダメだし、それから、変えちゃダメ、全く変えちゃダメということで、これは非常に使いにくいものになるんですけれども、基本的に著作権というのはもともと何か何をしてもダメみたいな、そういう考え方で基本的にとらわれていたので、してもいいところを明示するということでは非常に画期的なあのライセンスの仕方だと思います。で NBDC の中では使用しているし、この CC ライセンスと呼んでいますが、この CC ライセンスの中で私たちが使っているのは CC 表示継承と CC 表示とか CC0 というものです。先ほどこの CC 表示というのは一番あのリストされている中で緩いものと言いましたけれども、それよりさらに実は緩いものがありまして、これは私はこの、まあ、著作物ですねに対して何を権利も宣言しませんということをあえて宣言するというような言い方で CC0 というパブリックドメインにしますよということを宣言するというやり方があります。で、まあ、利用の自由度はこちらの方がどんどん高くなりますので、なるべくだったらばこのあたりにしてほしいということなんですけども、一つはあのこの表示継承にも非常にメリットがありまして、例えばすでに公開されているデータに関してそのデータを使って何かをした時にはまた同じように公開してくださいねっていう、そういう条件が継承っていう意味なんですね。ですからこれも非常にそのまたさらに二次的な利用されたものを広げていくために非常に重要なあのクレジットの書き方なので、まあ、これとこれとこれを私たちのところでは採用して、データを出していただく先生方にはどれかにしていただくような形でお願いをしております。はい、ではここから主なサービスについて見ていきます。NBDC のポータルサイト、こんなものになっています。お配りした資料の中にも1枚ペラであの挟んでありますけれども、もしあの余裕がある方はですね、その Chrome の、 あのブラウザのところで NBDC って入れていただければ多分トップに出てきます。なのであの見ながらやっていただけるといいかなと思うんですけれども、画面のこうダーッとちょっとメニューがいっぱい書いてあって、またこれもちょっとね、あの見にくいんですけど、あのこの一応左上のこのメニュー集まってるところに、これからご紹介する3つの、まあ、私たち3大とか一応呼んでるんですけど、3大メニューみたいなのがあります。カタログと、それから一括検索の窓口と、それからデータ一括ダウンロードできるアーカイブサイトですね。で、他にもいろいろサービスがあるので、なんかこう名前でピピッと来た人はなんか見てもらったらいいし、後でいくつか紹介もしますので、またこれは時間のある時にお家に帰ってでも見ていただければいいかと思います。で今もう何の障壁もなく行けたと思いますけど、登録も何もいりません。単にウェブブラウザがあればいつでも誰でもどこからでもということで使えますので、お時間のある時に見ていただければと思います。で先ほどのその生命科学分野のDBに対する要望ということで、どんなDBがどこにあるのかということに対する答えとして、私たちが提供しているサービスということで、データベースのカタログについて少しご紹介していきたいと思います。インテグバイオデータベースカタログと私たち呼んでいます。国内外の生命科学系のデータベースの所在情報などを説明したそういうカタログになります。収録DB 数は1400件以上で、国内のものが900件以上あります。
もちろん海外のものも主要なものは入れておかないと、結局そういうところも見に行きたいということもあるかと思いますので、そういったものと合わせて、国内のものは先ほど文科省と、厚労省と経産省と農水省と言いましたけど、まあ、そういうところを中心にですね、ウェブ上で公開されているような情報であれば私たちのところで全部カタログ化しているということで、こういった数字の、カタログになっています。からデータベース名はもちろんですね、 URL がちゃんとあって、それからどういうところが作っているものかとか、何を生物種を対象にしているかというような説明がいくつかこう揃えて、こういう項目についてちゃんと揃えて書いてあるということが特徴です。でこのデータベースは、キーワード検索とかカテゴリーからこう絞り込んだりとかすることができるようになってますので、目的のところにこうたどり着くやすく一応仕組み作ってあるつもりです。それから、全体カタログ、このデータベースカタログのデータそのものがバーンとダウンロードできますので、ご自分で使いやすいように何かこう仕組みを作ったりとか、そういうことも工夫することも可能です。でそれは CC0 というライセンスで配布しています。さてではインテグバイオデータベースカタログですが、入り口はここです。皆さんブラウザ開いていただいてますでしょうか。こういったところにあります。で使い方についてちょっと説明をしていきますので、例えばですね、インテグバイオデータベースカタログをちょっと開いていただくと、こういう感じに構成になっていますけれども、一番左側にこの狭いところにあるのが、まあ、一覧内のこの検索をするところと、それからそれに対してこう絞り込みするところ。で、このプラスっていうのを開くと、またその中に、例えば動物だったら人とか猿とか、そういう感じで開くようになってますので、そういった絞り込みの仕方もすることができます。から真ん中はデータベースの一覧、これ一個一個 の、 そのデータベースですね。ちょっとだけ説明が見えるようになってて、まあ、どんなものかっていうのがきっかけで分かるようになってますし、こうサムネイルがあるので、この画面見たことあるあるとか、そういうのだったら非常に分かりやすいかと思います。で一番右側のところにあるこれが、まあ、一応いろんなメニューですね、新着情報があったりとか、こう履歴があったりとか、そういうことで、まあ、データベースに関するいろんな情報があるというところになっています。でこの、今ちょっとこのウイルスってところを開いた画面を見ると、例えばこんな風になっていますけれども、ウイルスに関する情報は49件あるということが分かって、それはまあここにダーッと一番このどんどん下の方にスクロールしていただければ49件で見られるようになっているんですけども、こういったメニューになっています。で元に戻るときは、今絞り込んじゃった状態なので、元に戻るときはここの全条件をリセットっていうふうにしていただければ戻ることができて、そうするとまた一番初めの画面になるかと思いますけれども、例えばここでちょっとこれは医学とかちょっと検索してみ、医学にを検索してみて、かつ日本っていうところをクリックしてもらうと、まあ、医学っていう言葉がまあ何らかのこのデータベースの説明などに入っていて、かつ日本で作られたデータベースっていうのがここに絞り込まれてくるわけです。でそうすると多分これ私2日前ぐらいにやった画面なので、75件って多分変わってないと思うんですけども、こういったものがありまして、この中に多分結構皆さん使われてるのかもしれないんですが、ユーミンの臨床試験の登録システムのデータベースなんかも、まあ、これも一応データベースということで認識されて登録されているので、こういったところが出てきます。でそれ例えばそれを例にしてちょっとどういうことが書かれているのかをご覧入れます。今そのユーミンの、臨床試験の登録システムのところのそのレコードが、今さっきの画面がこんな感じですけれども、そこの中の、名称か、あるいはこのサムネイルっていうところをクリックしていただくとオリジナルサイトへのリンクがあります。まあ、だから実際にどういうものかってことを実際の実物を見に行くのにはこういうところを使っていただくと。でもう一つの使い方としては、この詳細ってところがあるんです。ちょっとリンクの表示がちっちゃいんですけど、この詳細ってところが私たちのところでこう記述を集めているそのレコード一枚一枚の詳細になります。そのユーミンの臨床試験登録システムに対して、まあ、名称とか、別称とかね、それから、URL ですね。でどこがやってるのかとか、どこの国でやってるのか、それから、この説明の情報ですね。この説明の情報は私たちのところで、まあ、ウェブサイトなんかを見て結構書いてて、
まあ、基本的にあんまり間違ったこと書いてないと思うんですけれども、もしこういうところで間違い見つけたら教えていただけるとありがたいと思います。で、対象は生物はにということは、まあ、これはあの臨床試験なので基本的にはホモサピエンスだと思いますけれども、でどういうカテゴリーかと、これは私たちのところでカテゴリー分けしているので、まあ、健康疾患とかで、どういうものが入っているか、中にどういうものが入っているか、で言語としては何があるかというようなことですね。あと重要なのは稼働状況です。これは稼働中と書いてありますけれども、あのちょっと先ほどの画面に戻りますけど、こういった画面ですね。今これ全部あのサムネイルのところきれいにあのちゃんとサムネイルが表示されてるんですけれども、時々ここに四角く休止中って書いてあるのがあるんですね。でそれはどういうものかというと、毎日毎日あのこのカタログの仕組みの中では、あのそのサイトがちゃんと生きてるかどうかを毎日毎日見に行ってます。で毎日毎日見に行って、あの動いてない、レスポンス返ってこないっていう時が、まあ、あるわけですね。そうするとそのサイトがまあ何らかの理由であの今、活動を止めているという状況が分かりますので、私たちはその情報をここのところに表示するようにしています。そうするとあの、まあ、こうやって検索して、あこのデータベース良さそうじゃないかと思って見に行った時に、あサイト動いてないって、そういうまあ落胆がちょっとでも減るかなということで、まあ、ユーザーさんに親切かなということでそういうことを書いています。結構止まってるのもまあ中にはあるので、そういったところはあんまり止まってるものについては、そこの元 の, あの運用してるところにこれどうなってますって一応時々聞いたりとかはしてるんですけれども、あのそうすると時々 URL が変わってたりとかね、そういうこともありますので、あのそういうふうにアップデートするようにはしています。はい、カタログ計算内容はあのさっきここもご紹介したのでここは飛ばしましょう。細かくこういうことがあの項目揃えて書いてあるというところがあのカタログとしては重要なところです。それからそのインテクバイオデータベースの使い方、データベースカタログの使い方と3つ目としては、先ほどあのダウンロード、カタログ情報全体ダウンロードできますよと書いてあったんですけど、まあ、一応あのそれほどなんかダウンロードして使う方はいらっしゃらないかもしれないんですが、一応ダウンロードできますので、このダウンロードっていうこうですね、ここを使っていただくとこういう画面が出てきますので、これで、ここのところからダウンロードすることができます。これそんなに重くないので後でちょっとやっていただこうかなと思います。でその次のページ、資料のその次のページはインテグバイオデータベースカタログ実習と一応書いてありますので、ちょっとこれやってみてもらっていいですか。5分ぐらいちょっと時間を取ってやってみていただきたいと思います。そう言ってちょっと慣れていただいて、またご自分であの思いつくキーワードがあればその後どんどん検索もしていただければと思いますので、ちょっとだけ時間取ります。その間に質問がある人、あ、いいですよ。質問していただいて、はい、質問も受けます。でも多分ここはあの皆さん普通に検索とかされてるだろうから、そんなに難しいのではないと思うんですけど、皆さんユーミンとかご存知ですか。ユーミンを知らない人、あ、何名かいらっしゃる。あ、そうですね、さすみません、なんか皆さん知ってるかなと思って言っちゃったんですでもこの機会にじゃあユーミンって何なのっていうので、さっきのデータベースとかちょっと見ていただけたらと思います。そうですね、はい、はい、そういう、どうですかね、資料のその次のページにもなんかその答えの解き方っていうかやり方みたいなのもちゃんと書いてあるので、それ見ていただければ全然あの問題なく進められるかと思いますけれども、ちょっとここ遠くだとやりにくいですね。
皆さん。絞り込み方はお分かりでしょうか。人に関するということは、まあ、人で絞ってもいいし、まあ、人で検索してもいいのかもしれないんですけど、あとは、情報データの種類かなのところを見ていただくのに、このあ違うかカテゴリーですね、ごめんなさい、カテゴリーですね、カテゴリーの下のところに健康疾患というカテゴリーがあります。こういうところでこう絞り込んでいただくというのがあのやり方ですね。はい、お分かりになったでしょうか。じゃあその資料の次のページとかも見ていただくと、やり方が書いてあると思うので、そういうところを見ていただいて、皆さんちょっと答え合わせをしていただきたいのと、なんか動かないとかいう人ないですよね。大丈夫ですかね。もう皆さんどんどん 1,2,3 とか進んでますかね。カタログのダウンロードとかも簡単にできたでしょうか。どうでしょうか。あ、森岡先生、これ普通にExcelとかも開けるんですよね。オフィスとか入ってるんでしたっけ。あ、はい、入ってますよね。まあ、ダウンロードしてクリックしていただければ多分 Excel 開くというような形になってるはずなので、それで、あ、どんなふうに入ってるのか、カタログの情報ってどんなふうに入ってるのかなということを中をザラザラと見ることはできます。はい、じゃあ特に問題、あ、はいはい、どうぞ。データベースの種類があるので、はい、あ、そうですね、中の書き方が違うだけで、まあ、基本的に Excel で言えば両方開けるはずなんですけど、なんか読み込んだりするときにどっちかの構造、どっちかの形式のものを必要とする場合があるので、一応2種類置いてあります。はい、どちらでも大丈夫だと思います。はい、他に何か質問とかなければ、じゃあ次進みたいと思いますけど、大丈夫そうでしょうか。大丈夫ですかね。今の絞り込みのところで、はい、僕ちょっと分からなかったんで、はい、一覧内を検索するのところの一番上で、あ、健康疾患と入れてみました、はいはい、そこに人を入れて、で間開けて、はい、健康疾患でやっていただいてきたんだけど、はい、すごい少ない感じ。ちょっと数が違う。うんうん。はい。あ、そうですね。ですね。この一覧内のところでこう検索するこのここにの対象は何になるかっていうと、さっきのデータベースの記述書いてありましたけど、あそこで文字で書いてあるところなんですよ。なので例えばその下の方のこのカテゴリーとかその生物種とかそういうのは。そのまんまの言葉で書いてなくても、私たちがそういうものだなという分類のためのタグをつけてるので、はい、ですから健康疾患ってやっぱ書き方って基本的にあまりないですよね。なので、まあ、健康とか疾患に関係するなと思うと、そのタグをこっちでわざわざつけてます。なので、でそのタグ情報のところは検索対象ではないので、上の検索ボックスだとちょっとかからないということです。はい、はい、ちょっと分かりにくくて申し訳ない。はい、はい、大丈夫でしょうか。皆さん他に何か質問があればぜひ。はい、ということはタグでつけないようなものを見つけたい場合は上の検索で検索した方がいい。はい、基本的にこの、分類分けにないような情報であれば、まあ、ボックスの中でちょっと入れてもらう。それからやはりそれどんな検索でも一緒なんですけれども、言葉をちょっと変えてみて振ってもらうとかいうことがある程度必要ですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、一応やり方としてはその、次の資料の次のページとかにもいろいろ書いてありますので、そちらもご参照いただきながら、やり方に慣れていただいて、ご自分の必要な情報をまた後でご自分の好きなキーワードでいろいろ選んでいただければと思います。
では続けて、また次に進めたいと思います。主なサービス、カタログデータのダウンロードの中の2つ目のところに行きたいと思います。これですね、複数のデータベースなんか横断的に検索できないかということで、私たちがご提供しているサービスが、生命科学データベース横断検索の特徴ということで、データベースの一括検索のサービスになります。まずこれなんですけど、ちょっと実習はですね、今その同じその場所のすぐ下のところにまたボックスがあって、そこから検索できるんですけど、ちょっといろいろですね、かなりこの検索はヘビーに後ろでエンジンが回ってるんですね。それで後で実習やるときにちょっと2分割してデモ用のサイトにアクセスしていただくようにしたいので、今はちょっと説明を聞くだけにしてください。お願いします。この、横断検索なんですけれども、生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムなので、そういう意味ではノイズをなるべく抑えたといいますか、一般的な言葉はあんまり出てこないというようなものになっています。で、検索の対象のデータベース486件、これもそのシステムのところからどういったものが対象になっているかという一覧も見ることができるようになっています。あと検索キーワードの日英の相互翻訳をしていますので、それ京都大学で、ライフサイエンス辞書っていうのを作られているんですけれども、そこのライフサイエンス辞書を中に搭載して日英の翻訳がかかるようにしていますので、ライフサイエンスに関わる、キーワード的なものは割とちゃんと日英翻訳がされるというふうに思っていただければいいです。ですからどちらで入力してもどちらの情報もかかるようになっています。だから検索結果の絞り機能とかもありますし、類似キーワードを表示したりとか、そういった便利な機能が中にはついております。で、Google とこう生命科学データベースの横断検索も違って、先ほど対象をちゃんと生命科学データベースに絞ってるよということを申し上げたんですけれども、例えば Google でマウスって検索した場合は、研究者は生き物のマウスを意図するんだけれども、普通はこのコンピューターマウスが出てくる、それが普通だと思うんですね。でそういうふうに出てくるのは Google で、よくその横断検索を紹介すると Google でいいじゃないって言われるんですけど、やっぱそれだとそこの中から生き物のマウス探すのすごい大変でしょっていうふうにご説明すると納得していただけるんですが、そういったメリットがあります。それから優先的に現れる結果が意図したものとか異なって、実はその中も網羅的でないっていうようなところがあったりします。私たちはその対象とするデータベースをある程度絞っていることで、そのデータベースについてはきちんと網羅的に検索できるようにはしているので、そういった意味でも限られた範囲ではあるけれども網羅性を高めたというようなものになっています。で、検索対象のデータベース、こんなものです。文献があり、それから、学会用紙があり、特許の情報があり、それから用語解説とか、あとゲノム遺伝子 RNA、 さっき文献やその文献とか特許とか以外にその、ゲノムなんかの情報を持って申し上げたんですけども、普通遺伝子の配列を検索するっていうと皆さんブラストとか思われると思うんですけども、実はここはちょっとそのブラストとは違って、ゲノム遺伝子 RNA の情報であっても、中にこれは何であるということが非常にたくさん書かれている、そういう文書の部分が非常にボリュームが多いんですね。ですからそういうところを使って、キーワード検索がきっちりかかるようにしているという意味です。他の発言の情報とかそういうのも全部そういう意味ですね。タンパク質、パスウェイ、そういったものも、文書で書かれている部分が非常に多いので、そういったところを利用してこの検索に応用をしています。で、横断検索の入り口、これなんですけど、皆さんにお配りした資料に書いてあるように、ちょっとデモ用のサイトを用意していますので、今じゃあそれぞれちょっとアクセスしていただきたいんですけど、画面前に向かって、右側の方はこの New 1という方をちょっとアクセスしていただきたいんですね。で、左側の方は New B という方を、New 2という方をやっていただきたいんですけど、その場所がですね、先ほど言ったModDB お茶の水、あるいはそれにAjax に53って足していただくと、このサイトに行きつけると思うんですけど、一番トップに出てくると思うんです。ちょっとこのサイトを見ていただいていいですか。このサイトに行きつけない人がいると困るので、ちょっとまずこのサイトに行ってみてください。 URL の高さが Google で検索するところ、
アジャックス53が一番シンプルにいくかもしれない。モッド DB アジャックス53が一番いくかもしれないです。ちょっと いけてない人は教えてください。左が、あ、ごめんなさい、でもいや左側にって言いました、さっき私で。右側の方が、1、あ、ごめんなさい、っていうのはだからこれを挟んでっていいですか。はい、これをこの真ん中の線があるので、はい、こちらの方は1、こちらの方は2、あ、2ね、うん、はい、すいません、こちらの方は1、こちらの方は2を選んでいただいていいですか。いけましたでしょうか。いけましたでしょうか。皆さんいけたでしょうか。なんかあのこのページは統合データベース講習会の受講者専用ですって書いてある。あ、ダメですか。はい、すいません、なんか大谷検索が入っちゃった。はいはいはい、わかりました。じゃあちょっと待ってくださいね。あ、ですね、あ、じゃあ一回ちょっとこれを、もいいですか、ちょっとごめんなさい。あ、これ出てますね。あ、ダメだ、ダメですね。ちょっとエラーになっちゃった。エラーになっちゃいますね、うん、ちょっと待ってください。今キーワード検索が変わってないですよね。これで検索してもらって、あ、検索起こらないですね。あ、じゃあですね、さっきの、さっきのとこで、あのお一人だけやっても大丈夫なんで、いいです、ここでやっていただいて。ちょっと画面が説明と違うかもしれないんですけど、これで大丈夫です。はい、大丈夫です。すいません、あの皆さんいけたでしょうか。画面として、こんなのが出てるかと思いますけど、大丈夫でしょうか。はい。じゃあちょっと、今からちょっと説明するあの 見た目のところは、あの本当本番のって言ったら変だけど、本当のサイトなので、ちょっとあの説明がまたあの、見かけと違うよって言われるかもしれないんですけど、あの機能的には全部同じもので、ちょっとこの出てるこの表示とかはね、ちょっとこの辺なんか別のものが出たりするのが違うだけなんで、あの説明をまず聞いていただければと思います。大丈夫ですか。ダメな人いません。大丈夫ですね。あ、ごめんなさい、大丈夫ですかね。まずその続きの資料では、あのまずその画面の構成とかそういったところで、あとこういうことができるということをまずちょっと説明して、あとで実習というのが入ったときにその1とか2とかそれぞれのところで使っていただければと思います。まずはそのこういう画面なんですけれども、ここに検索ボックス、まあ、今度なるべく Google ライクにしようかなと思って Google のようにな検索窓一つみたいなのにしたんですけど、ここの窓のところには、語句のサジェスト機能がついています。というのは、例えばよくそういうのを経験されると思うんですけど、インフルって入れると
あなたの入れたいのはインフルエンザウイルスですかっていう感じでこうやってザラザラって出てくるのありますよね。そういうのを入れてますので、まあ途中まで入れたらあと例えばインフルエンザワクチンとかなんかそういうの選べるというのがちょっとまあちょっと助けになるかなということがあります。それから一応データベースかヒット件数をカウントするかっていうような選択ができます。普通にそのデータベースをざーっと検索するのはデータベースというところなので、データベースにデフォルトではチェックが入っているかと思うんですけれども、まずどのぐらいヒット数があるのか見たい。そのあまり膨大数等だったらこのキーワードとかあんまり良くないということだったりするので、そういったヒット数だけまず見たいということがあるということなので、それを選べるようになっています。あんま普段はあんまり気にしなくてデータベースが選択されていればそれでいいかと思います。それから上の方にこのザラザラっていくつかメニューが出てるんですけれども、その中は、よくあるような例えばヘルプページとかですね、そういうデータさっき紹介したそのデータベースの一覧とかそういったものがあります。英語版とか、それからクレジット、これについてのクレジットですね。それからあとちょっと最近になって履歴機能をちょっと付け始めたんですけれども、この履歴を生かすためにはこの隣にある設定のところでクッキーをオンにしなきゃいけないとか、ちょっといろいろまだ制約があって、あまり使い勝手まだ良くないので、でも一応検索の履歴っていうのを取ることは一応可能になっています。それでもう一個この上の画面のところにある詳細検索っていうのがあるんですけど、これもちょっと最近新たに付け始めた機能で、詳細検索の時はそのいろんな条件を設定して絞り込むことができるようにするということで、一つはさっき日英翻訳できますよっていうふうに言ったんですけど、それをあえてオフにするとかそういうことができるようになっています。それから生物種による絞り込み、これはそのデータのベースの中に生物種による情報がちゃんと入っていればなんですけども、そういうことができるようにはなっています。またデータベースの更新時期による絞り込みですね。いつもいつも見てるデータベースがいくつもあって、それを1年前から今までのところで更新があったらば見たいというようなことがあれば、それを絞り込むんで、更新時期を絞り込んで見ることができるようになっています。それから、対象 DB を今度選択することができます。そんな486も全部やらなくてよくて、私が見たいのはこれとこれとこれだけなのっていうのがあるのであれば、それは選んでいただければよくて、で例えば今下のところこれプラスとかの画面になっているとそこを展開するとこのような形になって、このチェックボックスみたいなのを入れるようになってますんで、それで選ぶと、何もしなければその486全部の検索にかかるということで、この上の方の絞り込みの機能を使って全部を対象にして検索することももちろんできるというふうにはなっています。こういった詳細画面というのもちょっと最近がつき始めて、まだちょっと機能がフルになってないところもあるんですけども、徐々にまた使い勝手が良くなるように、作り手の方はいろいろ考えてやっています。それから、検索結果の、ヒット件数のページはこんな画面になっていて、まずこういうふうにデータベースのそれぞれのカテゴリーのところで、いくつヒットがあったかっていう件数の数字がここに出てますね。こういったものになります。でそれに対して、例えば、今プラスってここもプラスになってこれ展開できるようになってるんですけど、ここ展開していくと例えばゲノム遺伝子 RNA っていうのは中にはゲノムとか遺伝子とかまたもう一つさらに下の階層もあるような感じでこうやって出てきます。こういうのは皆さんもいろんな検索の画面で見たことあると思うので、おなじみかと思うんですけど、またさらにサブカテゴリーを展開するようなこともできて、そうするとその下のところにこういうふうにヒットしたものが出てくるというふうになります。でカテゴリー名とかデータベース名のところをクリックすると、そこにヒットした検索内容が表示されるようになっていて、それちょっと次のスライドでお見せしますけれども、もう一つこの画面で置いていきたいのはこの i っていうアイコンがついてるやつね、インフォメーションマークですね。これがついてるものはこうマウスオーバーするとこの DB がどういったものかということがその場でこうやってパンと窓が出てきて見られるようになっているので、その場その場でどういったデータベースだったっけ、これよく知らないなというようなものとかも確認しながら見ていくことができるようにはなっています。それで、検索の結果をじゃあ見に行こうってなると、これはよくある Google とかでもこんな感じで出てくると思うんですけど、そのタイトルがあって中身があって中身がちょっと半分見えてみたいな、そういう感じになってますね。こういった画面が出てきます。でこれの中身をお見せすると、ヒット件数がここですね、今こうインフルエンザで検索しているのでそれのヒット件数がこれになりましたということが分かって、
でこの辺に書いてあるのが、まあ、あのスニペットで検索結果スニペットっていう呼び方するんですけれども、まあ、いつも Google とかでも見られるような検索の表示の結果の表示です。それからこちらの方に関連遺伝子だとか、語句の、あの関連語句の提案ですとかそういったものがあの便利なツールボックスがいろいろ出てくるようになります。これの下の方もずっといただく と、外部リンクなんかもあったりしてそういった機能もお使いになることができます。ここの上のバーのところはナビゲーションバーなのでこれについての絞り込み機能があるのでちょっとそれについてはその次の図で示してありますが、今ちょっとそのデモ版の方だとあんまりあの絞り込みっていうのは使えないんですけどあのカテゴリー分けがあんまりないので、フルのバージョンで後でまたあの別途ご覧いただくと例えばこういうふうにあの一番上の階層のところを押すとこういうふうな画面が出てきますのでこれからまた選ぶと例えばこれ今統合データベースっていうのを選んだんですね。次すると、そうですね、統合データベースプロジェクトっていうのを選ぶとこういうふうになってさらにその中からインテグバイオデータベースカタログっていうのを選ぶ と、その中にあってインフルエンザというふうに引っかかってきたものっていうのの最後の画面が出てきたのがその下の方のこの画面になります。で、インテグバイオデータベースカタログなのは4件あるんですけどもそれの1件がこれになりまして、これに書かれていることはデータベースのエントリー名、それから何というデータベースに入っているかということ、それから、サムネイルですね、その、データベースのサムネイル、それから、実際にそのヒットしたところなんですが、ここで見ていただくとあの検索のヒットの文字列、ちゃんとインフルエンザ、それからこちらのインフルエンザもハイライトされているので、両方が引っかかっていることが分かります。からここには URL が出てきていまして、実際のサイトに飛びたいときには、サムネイルか URL をクリックしていただければ飛べるようになっています。さてここでその皆さんにさっき選んでいただいたあのが役に立ちます。あ、すいません、私ちょっとミスタイプしました。上ニューの1の方です。で上あ下がニューの2になってて今それぞれ皆さんあの選択の下画面で開いていただいていると思いますけどここで今ちょっとご説明したいのをまあなぞる形で一回ちょっと検索をかけてみてください。大丈夫ですか。このままやってください。こちらは、はい、はい、実習5のところは今のご説明した内容でもあるのでいいかと思うんですけども実習6のところのツールボックスの外部リンクっていうのは分かりますかね。右のところをちょっと下の方へずっとスクロールしていただくと J グローバルっていうのが出てくると思うんですその J グローバルっていうのをちょっとリンクしてリンクを叩いてみていただけないでしょうか。そうすると、こういった画面が出てきてるかと思うんですけれども同じような画面見えてますかね。ここでちょっと見ていていただきたいのはですねここにあのインフルエンザっていうあのもうすでにその J グローバーって単にリンクに飛ぶだけではなくてそこのと行った先のところ の、 あのボックスにですねもうすでにそれが入ってるんですね。こうやって
でなんかちょっとこの間までは確かインフルエンザしか入んなかったと思うんですけど、今ちゃんとそのなんか英語訳したのもきっちり入るようになっていて、またさらに便利になったなっていう感じなんですけど、こういうふうにまあ、受け入れる側のその、サイトの仕様によるんですけれども、中にはこういうふうに文字列をそこのボックスに挿入するっていうことをそのままリンクでできるようなところもあるので、そういったものは便利にこういうふうに使うことができます。それから実習7の方も大丈夫でしょうか。実習7の方は皆さんのデモサイトのところで検索していただくと、こんな感じに全てのデータベースで97件ヒットするというような感じで出てくるかと思うんですけれども、これもやはり右側にあるリンクですね。これ関連の遺伝子で検索ということでやってみてほしいんです。ここにその関連遺伝子があります。 SRI ボックス2というのがあります。これを選択していただくと、こういった画面が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫でしょうか。で、これの、またそのゲノムネットワーク、ゲノムネットワークプラットフォームというところをクリックしていただくと、また今度は外部に飛びますけれども、こういった画面が出てくるんじゃないかと思います。どうでしょうか。ここに見えてるのはもうそのゲノムネットワークの方の画面になりますね。こういった感じに自分の興味のあるところから検索をして、出てきたものからいろんなところをつないで、それに関する情報をこう網羅的にいろいろ調べていくというようなことができる、そういった仕組みになっています。ここまでよろしいですかね。資料の方にも書かれているので、また後でなぞっていただくなり、ご自分の興味のある遺伝子とか疾患名とか入れていただいたりして、でどんどん情報を拾っていただければと思います。さて、さらにちょっとこの横断検索については一つご紹介したいところがあって、それは次の種類なんですけれども、横断検索モバイルというのをですね、これを開発の人が作ってるんですが、一応そのモバイルのスマホなんかで同じような検索ができるということで、こういうものもあります。PC 持っていけないんだけどスマホなら持っていけるというところで、調べたいことがあればこういうところでちょっと使えるかなということで、これも便利な機能としてご紹介をしました。さて、2つ終わりまして、最後3つ目の一括ダウンロードの紹介に参りますが、これも先ほどの3つ目のデータセットを取得できないかということに対して、私たちのところで提供しているサービスです。まずそのデータベースアーカイブというサービスですけれども、これについてまずご説明します。国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスです。これはやはりそのデータを作成された先生方からデータを丸ごとお預かりするということで、一応預けていただくというのは、契約ではないんですけれども、お約束をして私たちのところで受けているというものなので、基本的には国内の研究者の先生とお話をして預けていただいています。収録デイビー数95って書いたんですけど、なんか昨日の夜遅く見たらもう101になっていて、なので今は101件です。はい、一応皆さんの資料はちょっと訂正できてないんですけど、私の資料の方は現在101ということで訂正をしておきます。で、データの形式は CSV というそのカンマで区切ったような、表形式でダウンロードできるものですね。そういったものでダウンロードできます。 RDF というのはまたちょっとこれはセマンティックウェブって最近インフォマティクスの中でちょっと流行りのやり方なんですけれども、ちょっと違った形式でこのデータをつないでいくやり方なんですけども、そういった形でもデータをダウンロードできるということで、最新のインフォマティクス の解析の技術にも追いつくような形でデータを提供しています。で、データやデータベースそのものについての説明をきちんと書くと、ここが割と重要で、やはりどういうものかっていうのが分からないと使いようがないので、そこのところには注力をかなりしています。
でデータそのものは CC ライセンス、CC の表示継承ですね。でこれの場合は、提供してくださった先生がやプロジェクトの名前をちゃんと書いて、引用していただくということが条件だし、それからできればそのデータを使ってさらにデータベースなんかを作っていただいた場合には同じような条件で、継承して、公表していただきたいということで、その利用許諾を統一して皆さんに分かりやすいように提供をしています。で対象となっているその入れている収録のデータベースについてはこんな感じになります。まあこう分類でこの選んでいってもいいですし、またキーワード的な絞り方を考えたもできますので、それで選んでいただければと思います。データベースアーカイブの入り口こちらです。これはNBDC のウェブサイトからそのまま行っていただいて大丈夫です。元々のその NBDC のサイトにまずちょっと行ってみてください。でデータベースのアーカイブというところを開いてみてください。こんな感じのページになります。いけたでしょうか。今ちょっともしかしたらこれ私95の時の画面なので下がちょっと違ってるかもしれません。新しいのがどんどん上にっていう感じでだいたいリストしてると思うので、今はこれがトップに来てないと思いますけど、こんなページになるかと思います。でここから、実習やっていきたいと思うんですけれども、手を動かしていただきたいと思うんですけれども、まず使い方としてはもうある意味簡単で、表中の項目で検索をして欲しいデータがあったらダウンロードすることになるので、ここも検索窓が1個あってみたいな、そういう感じになっています。で次のページから実習 の内容が書いてあります。皆さんには OpenTG Gates という病理情報のデータからハイパートロフィーを示したデータを絞り込みダウンロードしていただくと、でその際の肝臓の病理画像を見つけるというところまでやっていただきたいんですけれども、画像データってご存知のように非常にボリュームが大きいですので申し訳ないんですけれども、画像データのダウンロードはそこではしないでください。でまたフルサイズビューっていうやり方で見ることができるようにはなってるんですけども、それもちょっとダウンロードとかヘビーな作業が伴うので、そこはちょっとやらないで、もしやりたい方はご自分のうちに帰っていただいて、この実習の資料を見ながらもう一回やっていただければ、その肝臓 の画像がきれいに見えますので、それを別途やっていただければと思います。でこの利用するデータベース OpenTG Gates なんですけども、医薬基盤検査のところでやっていた170の化合物をラットの個体とかラットや人の肝細胞へ暴露した際の遺伝子発現毒性のデータベース、毒性のデータベースですね、そういったものになります。では次のところからだんだんなぞってやっていきたいと思います。実習の Q と書いたシートをご覧ください。まず OpenTG Gates で検索してください。そうするとやはり蓄積検索みたいになっているので、ちょっと入れれば多分下の方に OpenTG Gates が見えてくると思うんです。どうでしょうか。こんな感じに見えていていたらですね、まず利用許諾をちょっと確認していただきたいと思います。基本的にその CC 表示継承ということで書いてありますけども、それぞれのデータベースを利用する際には必ずここの位置を表示継承のそのところに詳細ってのがありますので、そこをクリックして中を見ていただきたいんですね。っていうのはやはり中には一応CC 表示継承は CC 表示継承なんですけれども、どういったクレジット書いてくださいとか、そういう細かいことがきちんとここに書かれていますので、必ずそのデータベース使うときには見ていただきたいなと思います。こういうのが利用許諾ページです。ここまでいいでしょうか。はい、そしたらばちょっと元に戻っていただいて、元に戻っていただきまして、今度は、OpenTG Gates のデータベースの説明を確認するために、サムネイルか名前をクリックしてみてください。そうすると、こういうページが出てくるかと思います。これも、アーカイブところを作るときに、それぞれ入れていただくデータベースのところにつけていただく説明、こういうふうに揃えてますので、こういった情報はちゃんと中に入れましょうということでお願いをして書いていただいたりしています。はい、これがデータベースについての説明になります。じゃあもう一回戻っていただいて、今度はダウンロードというところを行ってください。これすぐにダウンロードにならないから安心して押してください。まずは
あのダウンロードページっていうその資料の次のページなんですけど、そのダウンロードページっていうのが出てくると思います。でそのダウンロードページの説明なんですけども、これ真ん中のところは ZIP 形式で丸ごとダウンロードするようなものですね。それぞれ の、まあ、あの OpenTGS のデータベースの中にもいろんな情報がありますので、まあ、それぞれについて ZIP で固めたものが置いてあるということですね。それからもう一つはその隣なんですけど、こうデータベースの中身をちょっと眺めてからあの検索してダウンロードするような、そういったあのやり方もできます。で今回はその検索とダウンロードって一番下のところの、病理情報の検索とダウンロードのところをちょっとクリックしていただくと次の画面になります。こんな感じです。なりましたか？はい、ここからちょっとやっていきたいと思います。今これすでに実はあのテーブル内の検索絞り込みやった画面なんですけれども、ここにハイパートロフィーっていう言葉を入れて、それからファインディングタイプっていうところ、ここですね、このところにハイドロフィーって入ってるようなものを選ぶという意味でこういうことをやってセレクトを押すと今この画面になるかと思います。大丈夫ですかね。だんだんあの細かくなってきてますけど、はい。でここがハイドロフィーになっていることをちょっとカデオトロフィーになっていることを見ていただくということと、それから絞り込み結果のダウンロードっていうのはここでできるというふうになっていますので、最終的にはやっていただくんですけれども、一つにはその絞り込んだ結果をダウンロードするってこともできるし、それから全データをダウンロードすることもできる。その場合は全データのダウンロードはやはりのいろんなあのファイル形式があるので、それであのご自分のその後の解析にフィットしたものをダウンロードしていただくようになっています。で実習中へ進むときにはこの右上のパソロジカルイメージというところをちょっとクリックしてみてください。そこで病理画像の情報が出てきます。こんな画面が出てくるかと思うんですけど大丈夫でしょうか。でここでフルサイズビューとかダウンロード、ここは やんないでくださいね。ここはやんないでください。で、ただなんか、画面をクリックして大きくするっていうのをやっても大丈夫なんだそうです。なんかサムネイルちょっとクリックすると拡大するそうなんですけど、試して大丈夫だということなので、それはちょっとやってみても大丈夫です。で、あのアーカイブのところは、まあ、今回はその OpenDGS っていうその病理画像があるって、こういったデータベースのご紹介したので、まあ、最終的にこういう病理画像を見るためにまあやるんですけれども、中に入っているデータはまちまちなので、まあ、目的に応じてそのちょっと操作方法も変わってきたりするかと思うんですけれども、基本的な操作方法は大きくは変わりません。あのデータについてはこういった表形式であの示されていて、自分で見ながらも検索できるし、全部一括ダウンロードして自分のところで何かするというようなこととかも可能で、その時には必ずライセンス表示を確認してくださいねというのがこちらからのお願いです。はい。であのデータベースそれぞれが提供しているようなあの代表的なテーブルでの検索ページっていうのも一応ここに置いてありますので、まあ、あの OpenTGS その初めて見た時にどういうものかというのがあまりよくわからなくて、まあ、ざっと眺めてみようかなという時にはこういうところも利用して検索していただくといいのかなと思います。データベースアーカイブに関しては、利用状況、皆さんがどんなデータベースアーカイブ見てるのか、見てるというかダウンロードしてるのかっていうのが実はわかるようになっていて、これはちょっと前のデータなんですけれども、 OpenTGS って今ご紹介したものを結構やっぱ皆さん興味あるんですね。あのその170の化合物も使ってそんな大々的に発言の解析をしたとかっていうことはやはりなかなかあのそれぞれ個別にできることでもないので、非常に皆さんこれはリファレンスデータとしてあの有用だと思われてダウンロードされている方が多いみたいです。こういったものを見ることができるようになっています。今はまたちょっと違ってるかもしれません。はい。でデータベースのアーカイブに関しては、実はその
もちろんこうやって見て使っていただくということも重要なんですけれども、ここのデータを増やしていくということも必要なので、私たちのところではデータを提供してくださる方に対して、データをお願い提供してくださいということをお願いをいろいろな場面でさせていただいてます。今日もまあその一環なんですけれども、いろんなプロジェクトとかでデータを大量に作って、もうそのデータそのものは他の人に使ってもらっても構わないよというものがあれば、ぜひ私たちのところにまでちょっとご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、もう一つ、今主なサービスということでご紹介した3つのサービス以外にですね、最近始めた人に関するデータ関連のサービスについてちょっとだけご紹介したいと思います。昨今、人に関していろんな解析をする大型のプロジェクトとかもいろいろ走ってますが、実は日本の中にはそのアクセス制限の必要なこういった人のデータに関して集める場所っていうのはなかったんですね。で、欧米がもちろん先行して始めてたところはあるんですけれども、そういうところに日本で解析したデータを預けなきゃいけないような状況になっていたので、ちょっとそれはよろしくないねっていうこともありまして、私たちのところで、欧米と似たような仕組みでちゃんと受け入れるということを始めました。で、NVDC の人データベースについては、今までご紹介した3つのサービスのすぐ下のところです。ここに人データベースというリンクがあります。中身もうリンクをクリックしていただければすぐ画面が出てきますけれども、基本的に人に関するあらゆるデータを受け入れるということにしています。で、ただし匿名化された情報のみです。やっぱ匿名化されてないと非常に個人情報的な取り扱いが厳しくなったりして非常に難しいこともありますので、匿名化された情報のみということでお願いしています。で、医学に関する研究っていうのはやはりそのフォローアップが必要なものとか、そのずっと継続的にやることに価値があるというようなものとかもありますから、そういったものについてはじゃあこういうデータどういう先生が持ってるから、そこと直接共同研究しようという形で、情報ソースとして私たちのところ使っていただいてもいいので、そういったことで私たちのところでは少なくとも匿名化されたデータだけ入れていただくということにしています。で、データの提供、こういった公的なところに置くということと、それからこういうデータベース、こういうところからそういうデータを使うということに対しては、審査が必要になるんですけども、そういった煩雑な審査は NVDC がやりますので、ぜひ先生方には提供してくださいというふうにお願いをしているところです。で、ゲノムに対する理解とか、いろいろ指針とかどんどん変わっていきますので、そういったものにも柔軟に対応していくということで、現時点でちゃんとしたガイドラインも作って動かしていますけれども、そういったものも情勢を見ながらいろいろ変えていくということも含めて運用をしているところです。現在の公開データ数はオープンデータ、オープンと制限公開で後で説明しますけれども、オープンデータが6件、それから制限公開データが13件になります。オープンデータというのはウェブサイト等から無制限にダウンロードできるもので、アクセスしてダウンロードするので誰が使ったかもわからないしということなんですが、それに該当するものは集団の統計値だとか特定の個人由来ではない資料の解析結果、なんか細胞学とかですね、ああいうものについては、基本的にオープンにしてもいいでしょうということでオープンデータという登録をしています。で、それから制限公開データ、ここが私たちのところでやっている人データ審査委員会というところで審査をすることが必要になるような、そういったデータになります。個人レベルの情報ですね、こういったものです。それから、一部は論文書くまでちょっと待ってくれとかいうことで中に公開待機になっているようなデータも含まれていますけど、これはまだオープンにはなっていません、公開はされていませんので、いずれこういうところに移っていくというデータですが、公開待機している状態のもの、からやはり匿名化されないものとかは各プロジェクトでご保管いただいて、匿名化できている状態であれば私たちのところでお預かりして公開、いずれ公開しましょうということで仕組みを動かしています。で、人データベースについては、提供者の方が人データ審査委員会にその提供するときにインフォームドコンセントなどでちゃんとデータ共有がしてもいいかということを確認をして、データベースの方にデータを送付いただいて、るということなんですけれども、データをこのオープンにするか制限公開にするかとか、あといつ公開するかとか、それからデータを利用するときに何らかの制限事項を設けるとか、そういったところを提供者の方とご相談しながら、私たちのところで受け入れてます。で、提供者の方にはデータの ID を付与します。これは、最近もNGS の解析とかでも論文に書くのに公的なデータベースの番号がいるという状況になってきてますので、そういう意味もあって私のところで ID を付与するということをします。
で、一方利用者の方はやはり同じように申請をしていただいて、データを利用することが倫理審査がちゃんと通っているかということを確認した上で、まあ制限公開データの方にアクセスしていただいて、まあ年1回とか終了した時のとかには利用状況を報告していただくというようなことで全体的な仕組みを回しています。で、制限公開データもきちんと保護するということで、基本的にはそのファイアウォールとかそういったきちんと安全が確保された環境でですね、データを取り扱っていただくとか、まあ、その通信経路を暗号していただくとか、いろんな情報がいろんなやり方があるんですけれども、さらに高いレベルでセキュリティを守ってほしいというような要望もある場合、データの場合にはですね、そのデータを格納しているサーバー自体に対して入室管理をちゃんと義務付けるとかですね、そういったことも含めていくつかのセキュリティレベルを設定して皆さんに選んでいただくという形でやっています。これについても、まあ審査が行ったりとか、まあ、倫理審査とかも必要なので、皆さんにどうぞ気軽に使ってくださいというレベルのサービスではないんですけれども、皆さんも研究を進めていく上でお役に立つこともあるかもしれないので見ていただければと思います。その他のサービス例ということで、ここからはちょっとこんな便利なサービスがあるのを知らないのはもったいないなと思うようなサービスがいくつかあるのでご紹介したいんです。新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合テレビっていうものなんですけれども、これについてはもしかしたらお見せしたら、あ、知ってるこれっていう思われる方もいるかもしれません。場所としてはこの右上のここからですね、いずれもリンクが貼られています。今見てもらっても全然大丈夫なので、もしよかったら見てください。統合テレビに関してはデータベースやツールの使い方や講演を動画で配信します。今日今こうやって撮ってるこの動画もいずれ配信します。なので、なんかあの時なんか言ってたけど聞き逃しちゃったとかもしあったらですね、後から見ていただければ、逆に私なんか変なこと言ってないかすごい気になるんですけど、でも全部撮ってますので、基本的にはそれを後で見ていただくことが可能になっています。そういったものも含めて動画は今860本以上あります。講演動画は別ですけれども、ツールの使い方とかデータベースの使い方は、まあ3分とか5分とか結構短めの、まあ基本的に初心者向けの入り口のハードルを取りましょうみたいな、そういう感じの動画なんですけど、そういうのは全て何をやってるのかがこう日本語の吹き出しで分かるようになってますので、実際の画面上でそのマウスが動いてこれをやってて何とかって入れましょうとか、そういう感じですね。だから本当実際それを見ながらやれば基本的にまず同じことができる、そういった動画になっています。で、YouTube からも視聴が可能で、例えばかなりこう講演動画だと1時間とか1時間半とかだったりすると結構重いので、そういったものは YouTube から見た方が実は便利です。統合テレビのリンクもありますけれども、 YouTube から見ることをお勧めします。で、今日ご紹介したその3大サービスなんかも動画でご紹介をしていますので、そういったものも参考にしてください。こういった統合テレビのトップページになっていて、こういうここからも検索もできますし、例えばどういうカテゴリーのものっていうのはこういう分類もありますのでご覧ください。昨日までのランキングとか先週のランキングとか、なんかそういうのみんながなんか見てるトレンド情報みたいなのもちょっとありますんで、なんかそういうの見てると結構面白いかもしれません。それからライフサイエンス新着論文レビューなんですけども、これは日本語による英語論文の解説記事っていうというものです。で、ネイチャーとかサイエンスとかそういうトップジャーナルに日本の人がファーストオーサーで書いた論文をその人に日本語でもう一回解説付きでちゃんと書いてもらうというようなことになっていますので、自分は専門じゃないんだけれども、でもこの論文面白そうだなと思ってたっていうようなものがあれば、そういうのなんかは周りの解説をちゃんと含めた上で、その最先端のことだけじゃなくて説明をちゃんと書いてもらってますので、そういったものを見る読むことができます。で、もうすでに798本以上、もうなんか日々増えてるのでもう800超えてるかもしれません。そういったもので、文章や図の再利用が可能っていうところがちょっと特徴的かなと思います。そういったクレジットで使っていいですよということで著者の方にご了解をいただいています。普通例えばネイチャーとかに論文が出ちゃうと、ネイチャーに出た図って著者自身もなかなか使いづらかったりして大変なんですけれども、そういったことがないようにもう一回図もこちらで元図から書き直してとか、そういうようなこともやってますので、ここに載っかっている図についてはちゃんと CC BY でお名前を書いていただければ使っていくことが大丈夫です。ご自分の研究発表とかですね、そういったところに使っていただいても全く問題はありません。これがライフサイエンス新着論文レビューのトップページです。
ファーストオーサーズっていう名前で呼んでいます。こんな感じですね。文章はまあウェブで見ることができますけれども、あと図なんかもこうやってダウンロードもできるような形になっています。でそれと同じような感じでライフサイエンス領域融合レビューというのがありますけれども、これはあの今のはそう最先端のもうネイチャーとかに出たっていうようなそういう論文をベースにしてるんですけれども、こちらの方はですね学問分野とか領域を対象にした日本語のレビューなので、そのいくつかの学会さんに協力をしていただいて、あのこういう分野でなんかレビューを書いてくださる先生をご紹介お願いしますということで、あの紹介していただいて書いてもらっているものです。だから、さっきのちょっと新着論文レビューよりはもうちょっとヘビーな、あのもうちょっとカバーする領域が広いようなそういうものになりますけれども、現在44本 あります。あの分野もいろいろ多岐にわたってますので、あのご興味のあるものがあるかもしれません。後でぜひご覧ください。でこれも同じように CC BY であの再利用することが可能ですので、文章とか図を同じように使っていただければと思います。こちらもこういった画面でリーディングオーサーズという名前で書いてありますけれども、PDF 版もありますので、こうあのプリントして電車の中で読むとか、そんなこともできるかと思います。で、こんな感じにページが結構、だから1枚は割とこうあの密に結構書いてあると思いますけど、こういった感じのものになっています。さて、ここまでいろんなデータベース、まあ便利なツール、あの私たちのところでご提供しているものを、あのご紹介してきましたけれども、一応最後にまとめ的なところでですね、今後の見学と要衝連携みたいなことも書いてありますが、それについて簡単にご説明したいと思います。あの先ほどから4省4省って言ってるのは文科省から経産省、農水省、厚労省、基本的にはそのバイオサイエンス、ライフサイエンスに関する大きなプロジェクトを動かしているのはこの4省が多いんですけれども、そういったところが一応協力して、まあJSN のバイオサイエンスデータベースが、データベースセンターが割とあの中心になりながら、皆さんのご協力のもとにそのデータベースの情報をまとめていったり、あの一緒に横断検索できる仕組みを作ったりとか、そういったことを進めてきています。で、それについて、まあ、そういったまとめたあの情報が見られるサイトも作んなきゃねということで、あるあのページがこれで、先ほど紹介、先ほどから紹介してきたそのカタログとかですね、横断検索とかアーカイブとか、こういうところもここの口からも簡単に検索が行くようになっています。まあ、あの一回別にこちらのサイト知ってしまえば別にわざわざここに来てあのご覧になることもないかと思うんですけど、道をご紹介したいと思います。で、パンフレットの裏のところにもあの下の方にも書いてあるんですけれども、その全体的なデータベースの統合へのステップっていうのがいろいろあるなと思っていて、で今ここに書いてあるのはそのやっぱカタログ横断検索アーカイブって書いてあるんですけど、やはりどんな情報があるかをちゃんと知るってことから始めないといけないからということで、まあ、今でもそのさらにカタログは充実の努力はしていますけれども、まあ、とっかかりとしてはこういってあのカタログすることから始まり、それらに対してなるべく横断的に検索できるようにしたり、でさらにはそういうのを、自分のところでも使えるようにアーカイブも整えるということで、こういうことをあの今までやってきたんですけれども、さらにはそうやって集まってきた情報をあのより高度な検索とかいろいろできるように統合していこうということで、今はあのこの4章が研究所が中心になったり、あのあとはライフサイエンス統合データベースセンターが技術的なバックアップをしたりして、さらなる、便利な、検索ができるようなそういったデータベース統合を目指しているというのが今の私たちの姿です。はい、今こうやってお見せしたカタログ一括検索ダウンロードですね、さらに再構築を進めるということで、まあ、あのちょ最後にちょろっとだけご紹介したあの人 DB っていうのもある意味データの一括ダウンロードに近いんですね。あのただちょっと制限がいろいろあったりするので、アーカイブとは一応別にやってますけれども、そういった形で私たちのところではいくつかのサービスをキーに据えながら、データベースの統合を目指して動いています。はい、ここまであのいろいろ事細かに説明をしていきましたが、何かご質問があればこの場でお受けしたいと思います。どうもありがとうございました。